アマチュアオリンピア の、はい、あの誰がプロになるか予想みたいにしてるんですけど、はい、ちょっとインタビューしてもいいですか。あ、いいですいいですよ。結構選手知ってます。知ってます知ってます。おー、ズバリ一人います。ですね、僕が気になってるのは愛知大会、はい、で、オープンのマイナス170で2位だった方ですね、はい、2位だった人ですか。お、なんとかカズマさんっていう人なんですけど。あ、大石カズマさん。大石カズマさん、そうですね。その人来るんじゃないかなとは思ってます。その方行くんじゃないかなって思ってます。かなりダークホースだと思います。はい、これジェレミーですか。はい、あ、やっぱりおっしゃるとおりです。ネクストプロは誰だというちょっと企画をやってまして、はい、やっぱりこう日本のザ・バルク派って言ったら皆さん知られてないんですけど、あのエドワード加藤さんと戦った、うん、戦って結構いい勝負したんじゃないかなっていうような、うん、渋谷一生さんと渋谷一生、はい、やっぱり絶対王者である寺島さん、うん、寺島さんのこう一騎打ちだと思うんですよね、僕的には。まあ身長が違いますからクラス優勝してのオーバーオールでっていう、はい、それで結局4枚出るじゃないですか。3枚ですかね。あ、3枚、はい、3枚出るので結局はまあどっちかが優勝するんですけど、うん、そのオーバーオールの中でどっちが優勝するかっていうのがもう期待、自分は大ですね。オーバーオール優勝を取り合うんじゃないかと、はい、もうプロは多分確実だと思うんですよ。なるほど、はい、今ですねちょうどこういう表を作ってまして、はい、あのシールをですね、はい、まあ、ちょっと残念ながら渋谷一生の名前はちょっとここに載せてないんですけれども、はい、まあ、このハテナ枠というところで、はい、あのと寺島さんでちょっと2枚貼っていただけますか。わかりました。これは僕渋谷くんですよ。はい、渋谷一斉枠で、はい、で、あ、いい選手ばっかりですね、寺島さんで、はい、はい、ネクストプロは誰だっていうのを聞いてるんですよ。なるほど。あの自分ですっていうのはもうでも OK なんですけど、僕って言いたいんですけどちょっと出れないんでどうしてもちょっと言えなくて。で、注目してる選手とか、はい、あのまあ、応援したい選手でもいいんですけどをお答えいただきたいです。僕寺島選手です。寺島選手、はい、同じく同じく寺島さんです。うん、一番、うん、近い人は、はい、近い人、ちょっとシールじゃあまだ聞きたてなのであんまりシールがないんですけど、いや前回あの見たんですよ、はい、あのオーバーオール取った時、あービーフ佐々木ですね、はいはい、フロントはもう完璧だったんで、うんうん、あとまあ多分このプロクオリファイにコンディションとか合わせてると思うんで、うんうん、さらにあの仕上がりを超えてきたら、うん、まあ、日本人だったら叶う人いないんじゃないかな。でただ個人的に応援したい選手は、はい、岩上健人選手。岩上さん、ちょっと交流があるんで、うんうん、あとかっこいいフィジークしてるんで、うん、ですかね。お二方、はい、寺島さん、いやもうこれになりたいっすっていう、本当にもうバランスめちゃめちゃ良くて、なんだ本当に弱点がないって言ったらあれですけど、もうバランスですね、もう綺麗すぎて、最上級これになりたいっす、最上級の褒め言葉みたいなリスペクトをすごい込められてる感じがします。いや本当に憧れます。あ、いいっすね。お二方ともじゃあ寺島さんということで、りょうさん、寺島りょう選手のステージに来たいですね。はい、また来年慎太郎さんとマキシンさん挑戦をお待ちしてます。はい、頑張りますお願いします。予測は一応、まあ、引退したと宣言したんですけど、はい、まあ、せっかくなんで、まあ、あ、そうよく聞かれるんですけど、あの前結構インタビューとかあるじゃないですか、東京プロ大学発とか、はいはいはい、あのジャパンプロ大学発とかで、はいはい、やっぱりなんかみんな結構身近な人なんで、いや、そうですよ、まあ、一応引退したつもりなんですけど、はい、ちょっとこのために、まあ、復活っていう感じですか。でもこれはあの逆に 見せずにちょっと、あ、はい、金金さんの思う人、はい、思う人、ああ、そっか、もう本当に頭の中で、そう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 、あんまり分からない、いないければいないと。寺島亮選手は知ってるんですけど、うん、あとその、岩上健人選手が強いのかな、あとなんかとてつもないなくでかい人がこの前アマチュア戦になんかいましたよね。あ、なんか多分そんな感じの人、もう片腕がめちゃくちゃでかい人、うん、あの3人、本来だったら真名子慎太郎入れたいんですけど、彼ちょっとどっか
海の方遊び行ってたんでだから将来の優勝候補、あと、うん、そんな感じじゃないですか。じゃあその3人から、まだすごい人いそうですよね。もうあとは、まあ今年のプロクオリファイ5月で行くと岡田亮平選手、ああ出ます、神、はい、山選手は、広川選手とかと昔から戦ってた人、ですね、しでは、まあ、一応あの我々の候補を出してますので、okay, okay. 1名シールを貼ってほしい。 OK、 わかりました。いきなりこれあのなんか次のプロはっていう、取材を今あの一応引退したつもりだったんですけど、この予測っていうのはでもちょっと特別にちょっとます。特別大サービスです。正直に、はい、まあ、海外の選手とかも出てくるので、あとここに乗ってない選手とかもいるので、そういう場合は、まあ、結構フィリピンから来るんですよ、はい、多分おそらく来ます。韓国、フィリピンが来ますよね。来ます。ベトナムの人は来ます。ベトナム来ます、はい、じゃあここだ。おー、ごめんなさい。でも個人的にすごく応援しているのが岡田選手、寺島選手、そして岩上選手、うんうん、あと神山選手のフィジークも結構好きです、うんうん、まあ、結構あの激戦になると思います、うんうん、絶対もう見に行きたいです、うん、で、このままの流れで金金さんもコアブース出します。よろしくお願いします、はい、2日間ともコアブースを、出すので立ち寄ってください。今回自分は大会、出ないので、ただそのコアブースには結構イベントとかやる計画なので、ぜひお立ち寄りください。ありがとうございます、okay. 私神山くんに、神山さん、多いですね。私も神山さん。いや、今連絡しました。タイツー。タイトー。その理由は人柄。なんか人柄がいい。もうガゼ人柄です。人柄。もうね、古い、ね。もう癒しでしかない。神山さん。はい。フィジーク、ネクストボロやってるんですか。これ自分で自分に入れるんですか。これそういう面白いパターンもあるかなと思う。ぜひやってください。それめっちゃ恥ずかしいですね、自分で自分に入れるのは。ちなみにどうですかこの感じは、このラインナップ。ちょっとでも浦島さんはオーバーオールで一度負けてるんですよ結構前ですけど。なのでまあ自分を除いてだったら他にも並びたい選手もいますし、並んだことある選手もいるんですけど、オーバーオールで浦島さんに負けてますので、じゃあ浦島さんかなって自分じゃないですね。いや自分は絶対取ります。3枚中のうちの1枚私で、あと2枚ありますから浦島さん。いや、他にもすごい、もう正直ここに私が入ってることに申し訳ないぐらい他の選手がすごいですので、ありがたいです頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。神山選手です。神山さん、はい、その理由はやっぱバルクもあって絞りもあって、で尊敬する選手の一人なので神山選手です。じゃあこれシール貼ってもらっていいですか。はい。絶対優勝すると思います。ありがとうございます。もちろん神山選手です。お、神山さん。はい、僕の先生なので。あ、そうなんですね。教えてもらってる。そうです、パーソナル受けて今日もバックステージ来てもらいまして、はい、短期間で体も変えることができました。いいですね。最高の先生です。ぜひプロになってもらいたいと思います。これはもう桜ですね。桜ですねで誰に入れますか。私ですか。じゃあシールを。これ赤いシールは2ポイントとかじゃないですか。いや女性だっていうそういうことか、はい、どうしようかな。女性ポイントっていうことですね。どうしようかな。じゃあ、あ、神山さん。まあ、それはそうですよね。そうですね、はい、やっとかないとバレちゃうんで。これは怒られますよね。怒られますね。まあ、もうなってもらわないと困るというのもありますよね。そうです、困ります本当に
今度こそ今度こそ頑張ってほしいです。僕はこのハテナハテナハテナ選手です。お、それはじゃあここにシールを貼ってほしいんですけど、はいはい、ちなみにその心は何ですか。その心はそう、宮さんに言ってもいい、うん、今日オープン175プラス175のオープンに出てる宮崎誠っていう選手がもう圧倒的に絞りもデカさもフォルムもね、フォルムもこの選手たちに負けてないと思うので、その人がプロになると思います。お、それはお友達なんですか。あ、そうです、友人です。友人、はい、はい、お、オリンピアアマチュアも出るってことですよね。一応来年浦島選手に。お、その理由は大胸筋と腹斜筋と逆三角形のフォルムに惚れました写真を見てですね。写真を見てインスタを調べます、中で調べます、見て、はい、よくじっくり眺めますわかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、今日もね、名古屋から来ましたよ。あの久しぶりのね、FWJ、 あ、ちょっとね、今年ちょっと解禁症途切れちゃったんですけどね、ちょっと広島新幹線が止まっちゃって、てかね、どれって難しいな、うん、まあ、あとハテナハテナっていうのもあるんですけどね。ハテナ、あ、な、でもね、やっぱりね、私はね、やっぱり村上選手ですね。岩上さん、いや、岩上選手、じゃあちょっと岩上さん、うん、やっぱりいいですもん、ここら辺の張りが、うん、いいですもん、ここの胸が、腰の、うん、いいなと思ったんですね、前見たとき、いいなと思いましたね。そして貼った理由もちょっとお伺いしたいな。なるほど、定石のこれ、ちなみにやっぱ最強、ミッドセクションが最強だなと思って、やっぱこれからの時代、やっぱミッドセクション大事になってくるんじゃないかなって自分的には思うんで、はい、寺島選手選ばせてもらいました。ちょっと階級が違いますけど、ネクストプロ、フィジーク、あー、いや、もう僕は寺島さんだと思う。ちょっとシール1枚いいですか。僕は寺島選手。でも僕、森下選手も存じてて、うん、確か森下選手、名古屋で活動されてるんで、うん、この方もちょっとすごい体してるんで、そうですね、なぜ寺島選手はもうミッドセクションもいいし、質感とかも、あのバックステージで拝見したんですけど、すごいいい質感と、もうすごいな、一押しだと。一押しですね。ネクストプロは誰だっていう企画じゃないですか。ですよ自分で、自分、まあ、それそうだよね、自分に一票ですよね一応、一応入れとかないと出るんで、まあ、一応フィジークで、はい、まあ、プロクオリファー出てる選手だけを一応並べたんですよ、あのこの間5月とか、はい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 、で自分はここに入れてほしいんですよ。ああ、なるほど、入れてください、いいシール、それで自分だって言ってください。北川で一応は OK、 ありがとうございます。ですよ、ですね、出るからには。ちなみにプロカードは3つあるんですけど、はい、自分と一緒に取りたいなっていう選手。あー、どうですかね、正直クラス A はもうバーッとしてるんですけど、他のクラスはそんなに知らないんで、うん、北川さんはクラス A？ 私 A です。ですよね。うーん、あ、じゃあ A、 あ、そっか、まあ、うん、寺島くん、寺島さん、いやー、むずいな。すみません、ありがとうございます。いや、結構難しいですね、クラス A ばっかりだ。そうですまあ、いや、でも僕はやっぱり日本人の平均身長ですか。神山さんですね。神山さん、福島県出身なので。お、いいですね、福島の星として頑張ってほしいです。福島の星いいですね。神山さん、福島の星なんだ。僕も、僕はあのこの前 の、 あのフィリピンのマッスルコンテストとかで結構すごい選手多かったんで、はいはいはい、その辺が来る、来て、いや、あの取るんじゃないかなって僕は踏んでます。フィリピンからももう何人かすでにエントリーが実際あるんですか。あ、あるんですね。やっぱりその辺
やっぱすごいな、まあ、YouTube ですけど画像でしかないですけど見ててすごいなと思ったし、まあ、並んでみたいなとも思いましたし、まあ、海外勢が結構やっぱりカード取るんじゃないのかなって僕は思ってます。あ、フィリピンあるじゃないですか。そうなんですよ、すでに実はカネキンさんが、ああ、カネキンさんと一緒、フィリピン勢が来るんじゃないか、これは小ぞきんとしても小ぞきんとしても、まあもちろんご自身への期待もありながら、いやまあもちろん自分も全力は出しますけど、まあそのフラットな目というかね、はい、現実的なところを見てフィリピン勢だと思うんで、うん、後でじゃあここフィリピンで、ありがとうございます、あこちらで書いておきます、はい、お願いしますという予想でした。まずでも小野さんご自身もまず、そうですね、はい、11月、皆さん楽しめるコンディションを持っていきたいと思います。頑張ってください、はい、OK、ありがとうございます。ありがとうございます。これはやっぱり寺島選手じゃないですかね、やっぱり、あやっぱりちょっと仕上がりの安定度が頭一つ抜けてるというか、でなんかやっぱりこう団体移籍してきて一回りサイズがアップしてるような感じがするんで、寺島選手が有利なんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、うわちょっと今僕あのここですね、神山さんと寺島さんで悩んでますよね、ちょっと、もう完全に市場ですけど激戦の下せ、うん、いやでも市場もりもりでお願いします、うん、もう市場もりもりですよ、もうだからこの2人岡田君もね、なんかあでも岡田君に入れるのは一番なんかしっくりくるな、こう若めてらっしゃる忖度ですね、じゃあそういう感じにしときます、すいません、そうですね、まあでもちょっと、まあ、市場がね結構入ってきますけど、僕結構岡田君と体のタイプがねちょっと似てる、うん、多分僕フィジークやったら岡田君みたいになってたのかなと思うので、はい、期待を込めて、はい、岡田君、はい、これじゃあここ貼っときましょう、これでこれダメだったら彼クラシックフィジーク行くんで、はい、それも込めた上での、はい、このシール、はい、ダメだったらクラシック、まあ、ここで決めてくると決めらなかったらもうクラシックです、はい、そういうわけでクラシック転向をまくかけた一戦と、はい、かけた一戦と見てるわけですね、見てるわけです、はい、私は頑張れ岡田くん、ジャパンプロへの意気込み、でもなんだろうな、あの、ね、レジェンドの参戦とか日本人選手対決とかいろいろ言われてるんですけど、なんか僕はオリンピアクオリファイがあるプロ戦の一つとしてまあ見せて戦うつもりなので、まあ、やることは変わらないし全力で、まあ、もちろん勝つつもりです、誰にも負けない、誰に負けないじゃなくて誰にも負けないです、はい、そんなつもりでもうオリンピアには行く気満々なので、実に日本だと去年の5月ですよね、あそうです、去年の5月、はい、1年半そうですね、久しぶりっちゃ久しぶりの日本のステージなので、まあ、ホームとして、はい、すごいちょっと楽しませてもらおうかなと思います、はい、ジャパンプロの、チケット、観戦チケットが、現在発売中です。画像だとか SNS とかで見る選手の体と生の会場で見る選手の体はまた違ったその感動を感じることができると思うので、ぜひ皆さん生に姿を見に来てください。よろしくお願いします。生倉持さんにぜひご来てください。あもう、はい、SNS を 1.5 倍でかいと思うので、はい、お願いします、ぜひ、OK、ね、寺島選手じゃないですか。寺島選手、実はこんな感じで予想しています。シールをぜひ買っていただきたいです。1枚取ってください。かぶっちゃうんですけど、寺島選手で。はい、寺島選手。渋谷さん、はい、ちょっと今インタビューした。はい。あ今ネクストプロは誰だっていう、はい、フィジークだけなんですけど。なるほどなるほど。期待してる選手ですか。メンズフィジーク。いや、もちろん。主人の岩木由志です、はい、ごめんなさい、はい、こんな感じで、ね、表を作っていて、まあ、なるほど、はい、実績のある選手6人だけなんですけど、はい、このハテナのところにシールを貼ってほしいです、はい、いいですか、はい、ここ貼っちゃって、もちろんここですよ、ここにじゃあ由志さんって名前書いてある、なるほど、シンさんが思う次のプロ候補みたいな選手、次のプロ候補、応援してる選手、応援してる、うん、プロレベルに上げてくるだろうから、やっぱ寮、寺島寮、うん、実はこんな感じで、まあ、簡単な表をちょっと作っていきます、ね、おー、あー本当はね寺島寮かなと思うけどね、でもこの神山くんもかなり上げてきてるから期待はしてますが、1枚シールを貼っていただきたい、じゃあまあ
もう行ったからには、じゃあ寺島亮で、はい、いいよ、あ、すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、まあ王者ですからね。金さんも、うん、ジャパンプロ、うん、ウィーケンドの、うん、まあ、エキスポエリアのブースに、うん、お芋、うん、お芋ですか、芋、うんうん、なんて欲しいですか、あのね、芋のペースト、あ、ペーストなんだ、うんうん、そう、焼き芋でパンプっていう美味しい質のいいお芋を、さつまいもをペースト状にして、はい、カカオニブというスーパーフードも織り交ぜたもうスーパーエネルギーフードを作りましたんで、ぜひ皆さん試してみてもらって、体作りの助けに、してもらったらいいと思います。これアマチュアオリンピアジャパンのブース出しますんで、自分もそこにいますんで声かけてもらったらねと思いますんで、ぜひまだチケット買ってない人は、チケットを買ってその日会いましょう。私は長年岡田と仲いいので岡田になってもらいたいんですよ、はい、でも神山さんも地元が近いから神山さんにもなってもらいたいし今ね絶頂のブーム寺島選手にもなっていただきたいんですが、ここはじゃあここはこれはねまだ点数少ないんで、そうなんですよ、じゃあ岡田に1票。仲いいんですか？結構ね、私が東京に出てきてからずっと、仲良くさせてもらってるので、ぜひなっていただきたいです。去年 の2021年のリフトカップオーバーオールチャンピオンでもありますので、ぜひ頑張ってほしいです。はい、2人、はい、どうですか次の11月、はい、オリンピアアマチュアジャパン、はいはいはい、どうですかね、もう楽しみすぎるよね、楽しみすぎますね楽しみすぎる誰が勝つのか。でもここで海外の選手も今年は出てくることもめっちゃ予想されるんで、まあ、日本人選手にとってほしいなっていう思いがめちゃくちゃあるんですけれども、同時に海外のすごい人が来てかっさらっていくっていうパターンもそれはそれで これから日本のアマチュア選手がもっと燃えてくれるなっていう、そういう気持ちですかね。よくあるパターンなんだよね、海外の選手がやっぱり取っていくっていうのも今まで、そう、コロナ前は結構そんなことばかりだったんで、すごい難しくない？いや今私どなたがどうなってるのかが分かってないから、現状が分かってない、はい、あなたも分かってるの？分かってないです。じゃあ話先に考えてよ僕はどうしようか、僕は寺島さんに見せかけてこっちですね、ダークホース枠です、海外枠、海外勢、海外勢、いやでも3枚出るからこのうちの誰かも取ってくれると信じてるけど、だけれどもうオーバーオール優勝するのは海外の方なんじゃないかなっていう、それぐらいビッグなすごい人に来てほしいっていう期待も込めてダークホース枠でお願いします。どうしよう、ぶっちゃけ私もちょっと被ってるんだよねあの海外の選手ってやっぱりすごいから結構いらっしゃれるのだとしたら海外って気持ちもちょっとあるで、まあ、寺島さんいっぱいいるから寺島さん行きたいとこなんだけどっていう、ここね、ここ私もそこの二択だわ、どっちだろうな、え、これガチでエンターテインメント無視して考えればいい？全然もうガチです、全然無視していい？ガチです。じゃあガチだったら、ガチだったらお前はガチじゃないのかって感じだけど、ガチだったらごめん私もここだ、海外枠、なんだかっていうとやっぱり最近海外の選手とかを見てて、いろいろ見てるとやっぱり海外のレベルちょっと半端じゃないなっていう思いがあるから、ガチで予想するなら、コロナを乗り越えてくる選手がいっぱいいるとしたらやっぱ海外が結構強いんじゃないかっていう予想かな。でもこっちに取ってほしい期待は結構あるけどね、気持ちとして応援してるから。3枚出るんでね、そう3枚出てこのうちの、まあ、みんなが取ってくれるかもしれないし、うん、ただオーバーオール優勝はすんごいアマチュア選手で海外の人が取ってってくれたら、なんか他のプロになった人たちもなんかもう余計燃えてくれて、うん、なんかそういういい意味で、そういう意味でもね、そうそう、やっぱ海外すげえなっていうのをもう一度見せていただきたいみたいな、希望としてはこっち、でも日本人の選手が取ってくれる方が私の夢とかいろんな気持ちは満足するけど、リアルにガチ予想すると海外枠ちょっとなかなか大変なんじゃないかなっていう予想かな。はい、ということで以上予想でした。以上予想です。これは、まあ、本命は寺島さんなんですけど、うーん、そうです
ですね、寺島さんだとやっぱり思います。はい、寺島さんにしますか。でもここの枠もめっちゃ楽しみですね。どうですか、シークレット枠。多分海外のすごいの来るじゃないですか。あ、はい、ここですね、寺島さん。はい、頑張ってください、寺島さん。これ僕、そうですね、この人かなって思ってる選手とこの人に勝ってほしいが別なんですよ。なので教えてもらっていいですか。やっぱり神山さん、寺島さんはやっぱりもう世界でも通用する上位陣なので、あの2人が完全に持ってきた時の戦いは多分同じ階級ですよね、しかもね。なんであのどっちが勝つかによるのだろうと思ってるんですけど、ただあのブレイズの時に自分のチャンネルでもあの言ってるんですけど、僕ずっと逆に憧れてたというかのは岡田さんなんですよ。なんで申し訳ないんですけど、神山さんも寺島さんも本当尊敬してるし、あの分かってるんですけど、すいません、岡田さんに入れさせてください。じゃあ3つ目ですよ、岡田さん。はい、ずっと憧れてるっていうのは、だから僕 YouTube 出る前にも FWJ さんのブレイズに1回だけ、グラミーですね、1回だけ出てたんですけど、その当時からもう岡田選手っていうのを知ってて、岡田選手が本当に決勝でオーバーオール取りに行くぞみたいな、そのラインを見ててかっこいいなとも思ったし、そういう風になりたいとも思ってたしですね。でまさか自分がそういう、ね、ことをやらせてもらえるようなチャンネルでなると思ってなかったけども、逆になんかこうだからこそ今度追いつきたいと思う選手の一人がやっぱ岡田さんです。はい、またあのねブレイズの時に並んだんで、はい、いずれはちゃんと正々堂々と横に並べるように頑張ります。あ、僕の好きな神山選手。お、いいですね。なるほど。僕は多分ここの多分メンバー外の誰かと、誰かいるんですか。いるんじゃないかなって思うんですよ。誰かわかんないけどってことですか。そうっす、なんかまだまだちょっと名前わかんないんですけど、多分結構すごいなって思う選手はいたんで、もしかしたらダークホース的な人がいるかもしれないです。僕はここだと思います。僕ダークホースで、はい、いやー神山さん来てほしいです。今回黒お願いします。私は神山選手が人気ですね。その心はなんかあのなんだろう、お人柄がすごい素敵だなと思うので、はい、神山選手に一票。私寺島亮。僕はあの僕は森下選手のあの TikTok ファンなんですよ。だから今やってますもんね。そうそう、 TikTok 分からせて好きで、だから応援したいって僕、じゃあ僕森下選手一票。もういいですね。じゃあ私、寺島亮さんはジムで会ったことがある。すごいすごい大きい。私この人の顔好きだな。岡田さん、胸筋が大きい頑張れ。はい、私は神山選手に投票いたします。やっぱり寺島さんですよ、ね、かなっていう感じはしますね、このメンツだと。はあ、オッケー。その理由は、その理由はですか、人間性です。体じゃなくて、いやいいですね、体もいいんですけど、あ、最後は人間性勝つ。最後は人間性です。期待を込めて岡田亮平さん、もういいですね。どんなところを期待しますか。バルクはあるので、あとはもうコンディションの調整だけかなと思ってます。そこが完璧にいけば狙えるんじゃないかと思ってます。神山選手、神山選手、神山選手、どんなところを期待しますか。東北の東北魂で頑張ってください。 OK、 はい、ありがとうございます。さあ、オリンピアアマチュアジャパン、いよいよ、11月12日にね、控えておりますけれども、まあ13もやるんだけれども、今日この今、愛知くんの手元に、あるのがじゃじゃん、イエス、ネクストプロ
でございます。次プロとなる選手は誰予想ということでね、これ東京プロでもやってたやつでしょ。やってました。そう、はい、東京プロの優勝候補予測で、あの時はね、金金選手とエドワード選手がそう、ね、あのこうダントツでやったんですけれども、はい、もう視聴者の皆さん分かってますよね、神山選手、そして岩上健人選手、浦島選手、森下選手、寺島選手、岡田選手、そして、それ以外、あ、名前書いてあるね、書いてますよ。お、例えば大石和真選手、大石選手ね、これそうです、ね、いましたよ。あと渋谷一世選手、渋谷今日出てます。これは、海外のフィリピン勢が優勝するんじゃないかという声もありましたね。なるほど、いろんな声を集めているということで、さあということでね、今日これこの会場ですよね、ジャパンオープンの会場で集めてきた票、そうです、はい、今日1日で集めた票、今のところ、神山選手と、寺島選手が、こうダントツ、優勝候補、優勝候補というかプロ候補ということでね、印がついておりますけれども、なんとくしくもこの二方はクラス A なんですね。これちょっとね、これ僕の予測、野沢翔の予測、リージョナル賞全部見てきても、やはりクラス A の選手はというかクラス A が大激戦になる模様、うん、でまさにここに書いてある大石選手、彼が本当コンディションをもう1枚上げてきて、岡田選手って B になるんですかね。これがその時のコンディションになるんです。際どいですよね。これで、あの岡田亮平選手も A に来たらちょっと死のグループみたいな感じですよね、うん、ワールドカップでいう、もう絶対こう入りたくない、ね、森下選手も A でしょ、はい、これはね、まず野沢予測、このごめんね、ちょっとフロントだけを見て、フロントだけを見ると、ちょっとやっぱ今までの印象で確実にコンディションを上げてきたら、まずやっぱりここはね、両選手は行くんじゃないかと、うん、まあこれ見てもやっぱり僕はこのアウトラインとミッドセクションは強い。ただここに神山選手もいるしね、大石選手もいる、だからクラス A を制した人はまず間違いなくプロになるという野沢予測があります。でもちょっと心苦しいぐらい、なんならワンツースリーの3人が取ってもいいんじゃないかなって思うぐらいのハイレベルな戦いになることはクラス A は間違いないと予測してますが、逆にあの愛知さんいかがですか。僕まあでも海外の選手結構入ってきますから ね、そういうことなんですよ。背のでかい人多いですよ。日本人はまあクラス A、B が多いと思うんですけども、うん、海外の選手多いと思いますからね。そう、クラス D、E、F にむしろ注目かなと思います。そうですね、どうしてもね、この2年間か、ナショナルな、コンテストのちょっと僕もなんだろうな、もうこうイメージが強くなりすぎてて、どうしてもあの2019年の海外選手がほとんどもうかっさらっていったっていうこのね、時を忘れてしまっていて、インターナショナルな、大会になるんですけれども、本当に、アイスさんの言う通り、本当に高身長のクラス、そうですよ、ね、ハイレベルな選手が来ることが予測されますのでね、もしかすると2019年のような、ある意味我々、日本勢にとってはちょっと惨劇が起きるかもしれない、ね、そんなところを見どころのオリンピアアマチュアジャパンです、はい、メンズフィジークは12日ですよね。そうです。そしてこの中で、まあ、おそらく1人はなるでしょうね、プロカード取るでしょうね。この中でプロカードを取った選手がもちろん翌日のジャパンプロにも出場するということでね、本当にチーム FWJ もこう今からドキドキハラハラしてます。で本当に会場は行ったんですよね。行きました、東京ガーデンシアター、はい、どうですか。えげつないです。過去最大規模です。これは皆さんにぜひご期待いただきたいような会場になっています。ということでね、僕も、FWJ 史上、ジャパンプロ、プロショー、MC やってきて初のビッグコンテスト、そして大きな会場ということで、もう今から興奮してるんですけれども、ぜひ皆さん本当にライブで会場でお会いしましょう。もちろんエキスポも開催するんですもちろんです、はい、エキスポ開催します。エキスポも 2days にわたり開催しますので、ぜひ皆さん、全てのね、カテゴリー、もちろんオリンピアじゃない、ボディービル212も、レジェンドデビッド・ヘンリーも、久々にね帰ってくるということで、そこにケン・クラムチがどう、挑んでいくのか、そういったところも見どころでございます。チケットは絶賛発売中、チケットピア、皆さん要チェックしてくださいということで、ネクストプロ企画、ネクストプロ企画、今日の予測、ジャパンオープンの予測では寺島亮選手が、1位ということでしたが、神山選手も、女性人気が強いな。そうですね、神山選手も、女性人気、これ赤が女性で、そうです、ブルーがね、はい、男性ということで、さあどうなるオリンピアアマチュアジャパン、皆様ご期待ください。さあ皆さん、いよ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 ですよ。
オリンピアアマチュアジャパン、そしてジャパンプロ、多くの世界的なトップ選手、そして日本を代表するトップ選手が出場を決めております。ぜひ皆さん東京ガーデンシアターでお会いしましょう。